皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。私のこの動画のチャンネルで、静岡県富士見中学校の算数の入試問題を扱うことになりました。以前から小学校の算数の総復習的なもの、基本的なものを総復習できるような動画、これを作りたいと思っていたんですけれど、なかなか素材が見つからなかったんですね。そこで中学入試、この中にそういうものを扱ったものがないかと調べたところ、富士見中学校さんの問題、基本的なものを扱ったものが多くて、あまりひねっていない素直な問題がたくさん入っていました。そこで富士見中学校さんにお願いして、私の動画のチャンネルでぜひ富士見中学校の算数を解く動画撮らせてくださいと、許可をいただけませんかとお願いしたんですね。そしたら富士見さん、あ、結構ですよと OK のサインが出たんですよ。それで来週から富士見中学校さんの入試問題をね、解く動画、これを作り始めます。動画のアップは週に2回か3回ですね。中学入試の問題ですね。他の動画はアップしますけれど、中学入試の問題は週に2回か3回の割合でアップしていきたいと思っています。富士見さんの入試算数の問題は大問が5つあります。1番は計算問題です。これは算数の計算の基本が身についているかどうか、これを確かめるような問題になっています。計算する順番とか分数の計算とかね、ちょっと工夫して考える問題、こういう問題が入っています。大問の2は短い文章問題、これが4問あります。だいたい2行くらいの文章を読んで問題を解くようになっています。これも素直な問題で特にひねったものではありません。で、割合とか速さとか濃度、その他の基本事項が身についていれば解ける問題です。3番は図形です。体積とか面積の問題、面積だけの時が多いんですけれど、体積が時々入っている時があります。これ問題2問あります。ただ1問2問たって2問の中に丸1丸2って時もあるんですけどね、大体2問あって、片方は基本的なもの、片方はちょっと工夫して考えるもの、こんな構成になっています。そして4番と5番なんですけど、これ順番がちょっと入れ替わってる時があって、片方は並んでいる数字の規則性を見つけて考える問題、そしてもう一つは普通の長さの文章問題、こうなっています。この文章問題も文章結構ひねったような表現がなくて読みやすい文章で作ってあるので、私のこう基本的なのを復習したいというそういうのにぴったりな問題なんですね。ということで来週から、この富士見中学校さんの算数の入試問題を作る、ね、このお知らせをさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。